はい、こんにちは、116インズです。エンゼルス5連戦1勝4敗とボコボコにされ、今季ワーストとなる借金10にまで到達してしまったマリナーズですが、その後アセチック3連戦をスイープし、さらにエンゼルスとの3連戦頭2つを取って、今季最長の5連勝で借金を半分返済。エンゼルスもスイープして連勝をさらに伸ばしたいところでしたが、今日は1対2で敗れて連勝が止まってしまいました。 がが今日はは勝ち負け以前にに試合序盤に起きた大乱闘がやはり話題の中心でしょう2回にエンゼルスのオープナーアンドリュー・ワンツがジェシー・ウィンカーにデッドボールを与えたことをきっかけに両軍ベンチ総出の乱闘が発生し合わせて8人が退場となる騒動がありましたよね。 マリナーズもエンゼルスもそこまで乱闘の中心になるようなチームでもなく、しかもこの規模の乱闘は近年の MLB でもそう見る機会のないものでしたので、朝起きて映像を見て驚きました。マリナーズはこの一件でウィンカーに加え、JP クロフォードとフリオ・ロドリレスが退場となってしまい、試合序盤にして打線の中心をほぼ失ってしまった点も、今日の試合を落とす一因ともなってしまった印象です。 ただ今日の乱闘ははっきり言ってエンゼルス側のやり方があまり気持ちの良いものではなく、明らかに意図を感じるものでしたので、もともと MLB における報復の文化に対して現場の気持ちは理解できるけど、あまり賛同はできない自分としては納得は必ずしも言ってはいない感じです。一応今回の一件につながる理由も両チーム間でありました。大きな出来事としてはまず今月17日の試合でエンゼルス先発ロレンゼンがジャスティンアプトンの頭にぶつける出来事があったのは記憶に新しいかと思います。 そのシリーズ中は特段それ以外にはなかったんですが、ただ今回の3連戦、第1戦ではマリナーズのライアン・ボラッキーが結果的にはデッドボールという判定にはなりませんでしたが、ジャレット・ウォルシュのヘルメット付近に即興を投じたこともありましたし、昨日の第2戦、9回に今度はエリック・スワンソンがマイク・トラウトのこれまた頭付近にボールを投じ、トラウトが試合後、怒りをあらわにする場面もありました。 個人的にはロレンゼンから始まった3つの危険球はいずれもわざとではないと思っていまして、どれもボールが抜けてしまった感じの軌道でしたし、アプトンをぶつけた試合の後にロレンゼンが今のボールがかなり滑るという話をしていましたので、おそらくどのピッチャーも本当にボールが滑った結果だったのかなと。昨日のスワンソンなんか、本来彼は高めのフォーシームを正面線としているピッチャーですが、昨日は全く狙った場所に投げ切れていませんでしたので、調子が悪かったりするとなかなか制御が効かないボールであると。 ピッチャーを多少やったことある方ならわかると思いますが、まっすぐが抜けてしまった時って、まあ、利き腕側の高めのゾーンにボールが意図せず行ってしまいますし、右投手のロレンゼン・スワンソン、左投手のボラッキーのボールもそんな感じの軌道ではありました。ただ、エンゼルス側からすればアプトンの一見はあれど、このシリーズ中2回も幸い当たらなかったとはいえ、危険なボールを投げられているわけですので、フラストレーションが溜まっている、それもまた状況としては理解はできます。 そのためエンゼルスが今日何かするのは、まあ、MLB の文化からしてやむを得ない部分はあります。しかしながらウィンカーの一件の前に初回フリオの打席でワンツがフリオの背中付近へボールを投げて、ここで審判から警告が出されていました。これでこの一件は終わらせるべきだったと思うんですよね。マリナーズ側もこれまで危険なボールを投げたのは事実にしても、高運にも当たりはしなかったので、エンゼルスも一球そういったボールを投げて、この件はこれでおしまい。アプトンの頭にもわざとではないですが、一度ぶつけているわけですからね。 ここで終えていればどちらも危険球投げたのは事実だし、喧嘩両成敗だよねで終われたと思います。ところがそうはならなかった、あるいはそうはしなかった。当初の予告先発だったスワレスの準備もでき、いつでもピッチャー交代できますよとなったタイミングで、2回初回のウィンカーに対する初球のまっすぐを、右ピッチャーが左バッターの全部にぶつけるのは申し訳ないですけど、あからさまですね。 ワンツはカット系のボールで力が入りすぎたとコメントしていましたが、ベースボールサバントによれば球種はフォーシーム。ワンツが独断でやったのか、ベンチの指示なのかは闇の中ですが、これまでの危険球とは違いボールが滑ったという言い訳もしにくい球でしたし、そもそも初球からあのようなボールを投げた時点でね、ウィンカーへのデッドボールが報復であると、その意図が明確にマリナーズ側に伝わってしまった本当に余計な一球だったと思います。 ウィンカーもぶつけられた直後、怒ってはいたものの、すぐにアクションを起こしていなかったんですが、エンゼルスベンチの誰かが彼に何かを言ったようで、どうもそれを言ったのは今季、全球が決まっているアンソニー・レンドーンのようで、それも正直何がしたいのかよくわからないんですけれども、これであのような醜い乱闘が始まってしまいました。今季一度もやっていなかったオープナーを立てて、さらに警告試合となった後も意図を感じるデッドボールをぶつけてきたあたり、個人的には今回のエンゼルスの行動には残念な気持ちの方が正直強いです。 双方の当事者に対する出場停止や罰金といった処分が早ければ明日にも下され、マリナーズ側はウィンカー、クロフォード辺りの出場停止はまあ免れないでしょうしただでさえフランスがいない打線からこの2人が最低でも抜けてしまうと考えるとエンゼルス以上にマリナーズへのダメージの方が大きいでしょう主力選手が応戦してしまった以上はこうなってしまいますよね。 マリナーズ側が今回反省するとしたら主力野手が複数ヒートアップしすぎたこと、結果的に大損したのはマリナーズ側でしょうからね。あとは今後余計ないざこざを招かないように、インハイの速球のコマンドを改善することと、退場時のウィンカーの態度、感情的になってエンゼルスファンに向かって中指を立てていましたが、あれはさすがにちょっとなぁと思いましたね。 今日の先発、マルコ・ゴンザレスがエンゼルスに対して品がないと批判していましたがあれでは自分たちも同じだと言われてしまうんじゃないのかなとマリナーズファンの中ではウィンカーに試合後ピザを奢る人が現れる程度にはあの場面で立ち上がってくれたことを好意的に捉えている人が多い印象ですが最後の態度だけは残念でした今後に遺恨を残した今回の大乱闘ですがマリナーズとエンゼルスは今季あと11試合直接対決を残していて次回の対決は8月頭 危険球の応酬は見ていて楽しいものでもないので、これ以降は何も起こらず好ゲームを見せてくれることを願います。今回の動画は以上としたいと思います。ご視聴ありがとうございました。